まあ、せっかくこうやってコロナ禍で自分と自分の体と向き合う時間が増えて、うん、この状況がね、自分の体はちゃんと生き生きしてるかなとか、うんうん、ね、元気かなっていうのは誰も評価できないわけですよね、自分しか。そうだね。だから養生ってすごく主観的で、うん、あの逆に、うん、まあ、健康っていうのは客観的で、うん、そうか、健康って誰かと比べるもんだけど、あ、養生って自分としか比べられない、うん、なるほど。健康という言葉に対義するのが養生なんだ、うん、っていう感じで、ね、ああ、そっか。それで養生の情は生活のせいでもあるし、うんうん、それから生きるっていうことでもあるし、うん、って考えていくとね、それを養うって非常に大事だね、うん、でそれは養うで管理じゃありませんよと、うん、管理じゃあまりにね切なすぎるよね、うん、もう管理ばっかりで、ね、管理は、うん、まあ、基本的に原点法というかですね、山下さんおっしゃるように、うん、ダメだダメだでこうね、うん、まあ、血圧高いよダメだよと、何か食べ過ぎだよダメだよ、体重制限しないとっていう、うんうんうん、なんか100点満点からだんだんあなたは80点で90点でとかね、うん、70点でってだんだんこう減点法でなんか評価されるような感じありますけど、うんうんうん、養生ってすごく断捨離的というか、うん、まあ、一個一個加点法、うんうん、今日の私っていうのふうに、まあ、うまく機能してるところを発見していくっていうね、はい、そんな発想があるなと思うんですけど、それは素晴らしいね、うん、まあ、この養生って言葉自体も今馴染みがないですよね。まあ確かに。ね。さすがに山下は読めるけれど。妖精って読むんですよ。本当に。パタパタみたいな ね。どうやって読むのっていうね、うん、ところから始まる場合も多いかもしれませんね。うん、はあ、そうか。あ、素敵だな。なんです。なんで、うん、まあ養生といえばね、うん、まあ、昔ながらの本当に日本の文化っていうのは、うんうんうん、あの健康っていう言葉自体が実は明治時代になってからなんですよね。あの日本語になったって言ったら変だけど、そうか、うん、浅いんだ、うん、そう、ヘルスっていう言葉が、うん、まあ、外来語としてやってきて、うん、ヘルスってなんだよって話になってですね、うんうん、ヘルスってどうしようってなった時に、うん、あの一番使った人ってあの福沢諭吉さんなんですよ、うん、あの文明開化のね、うんうん、でそれがあの本にして、うん、健康健康っていうふうに言って、うん、ここで健康という言葉が広まったんですけど、だから結構新しい言葉なんですよね。でそれまでは養生っていう言葉が基本に、うんうんうん、あの僕らの、まあ、日本文化のね、うんうん、まあ、体を養うとか生活を養うっていう、まあ、どっちかというとその、うん、朱子学というか、うん、儒教をもとに、うん、あの自分を孝行するっていうんでしょうかね、うん、まあ、そういうふうな発想で、来たんですよね、うん、じゃあね、このその発想、養生のこう、うん、一番のベースになるものは 何なんですか。養生の一番のベース、ベース、うん、それはまあ食養生という言葉にもあるように食だし、うんうん、あとは一つ、まあ、呼吸ですよね。あ、うん、まあ、この呼吸法というのはもうね、養生の基本だということで、うん、でそのまあ、いわゆる二酸化炭素と酸素を吐き出したりとかいう意味もなくて、気、うん、というね、うんうん、もう東洋思想 の、ね、あの基本であるところの命のもとのエネルギーを出し入れしていって、うん、それを新陳代謝するという意味合い、呼吸というものがですね、うん、その流れがあの、まあ、基本にはあるので、うん、呼吸と食っていうものの、まあ、それこそ断捨離的な出し入れの、うん、あのですよね、うん、一緒ですよね、食から取り入れるエネルギーね、うん、とそれから呼吸で取り入れる、まあ、ヨガで言ったらプラナみたいなね、はい、そういうものを取り入れるっていう点では、うん、実は一緒ですよね、うん、でそれはやっぱりちゃんと吐き出していったりとか、うんうんうん、手放していったりだとか、うん、そうですね、まあ、それこそ新陳代謝、ね、うん、そうね、入れて出す、入れて出す、うんうん、取り入れて出すというその流れは絶対に必要ですもんね。健康という概念からこの出し入れっていう、うん、その出し入れですよね、うんうん、まさしくそういう新陳代謝っても言葉はあるけども、なんとなくその命を養生するっていう、うんうん、あのいう言葉とはね、うん、なんかこう健康からはそのなんか出し入れっていう発想が、うんうん、出すものって全て排泄物ですね、そうそうね、よろしくないみたいなね、栄養を取り入れ排泄物を出すみたいな、うんうん、それなんかこう下水、浄水、下水みたいな発想なんですけども、はい、養生っていうのはやっぱりそのまあ、基本がそういう食と、うん、まあ、呼吸、このエネルギーが行き交うっていう、うん、ああ、まあ、そうかそうか、うん、素敵な表現ね、うん、なんかポエティックな表現な、うん、なさじゃないか、らしいでしょ、行き交う、そうそう、まあ、行き交う、エネルギーが行き交う、行き交うか、たまたまその場所が私の体っていう話で、なるほど、まあ、地球との環境だったり、うん、環境との環境あの関係だったりですね、行き交うか、まあ、うん、生活 の、 その外側と内側が行ったり来たりするっていうような、
そんな発想なんで、養生となると、まあ、自分の内側を超えて外側にもやっぱり意識が向くようになるんですよね。私も東京と指宿、うんうん、行ったり来たりの往復じゃないんだ、行き交うんだ。あ、行き交う、うんうん、行ったり来たりじゃん。それで行き交うプロセスにおいて、なんかいろんな、うん、ね、体験響くところがやっぱりポエティックで行き交う、そこあ、ごめんなさいね、話をって。あ、 そうか、行き交うんだ、行ったり来たり。そう、私もね、なんかこう疑問解けましたね。だから、あの、断捨離は重空間のヨガですよって、はい、だから体は呼吸で生きてるでしょ、だから重空間も呼吸させましょうねって、うん、それはもう間違いないことなんだけど、うん、で、体って取り入れて消化吸収して自己化して排泄するでしょ、うんうん、で、排泄したから食べれるんでしょっていう話をしてる時に、すごくずっとちょっとこう自分で言ってることは間違いないとは分かってたんだけど、うん、違和感があったのね。なんか出して排泄物を取り入れるってね、それあの江戸時代だったらね、それが、ね、畑のようになってすごい大きな循環してたってけど、今それが下水道で全部あと流してね、売っちゃうっていう感覚だから、見えなくなってますね。なんかちょっと違うなってずっと考えてたんですよね。あ、そうか、エネルギーとして生き勝ってるっていうね。そうだよね、そういうふうにしたら、だからこう取り入れるばっかりでここに溜め込んでしまったら、そこで停滞よどみが起きるけれども、いや実は生き交うもんなんだよ、だから、こう手放していくのは自然なことなんだよ、捨てることは実は自然な命の営みなんだよって、はい、それを空間で、体でもやってるし中空間でもやってやるっていうか、自然なことだから、自然に あってしかるべきだねって。そうですね、あの物として見ちゃったら、何て言うかな、例えばこれは排泄物、これはもう食べる前のものとか食事とか言って、そういうふうなこう概念とか認識とか生まれちゃいますけども、エネルギーというふうに思ったら、それはただ単にその様相というか、まあ一つのこのなんかね、断面で聞いた時には物質としてはなんかマイナスな排泄物、プラスの栄養物っていう意味合いを僕らが勝手につけちゃいますけど、だけどエネルギーってやっぱ分解と、まあ、合成っていうんですよね。僕らの体が動くというのは、まあ、合成すること、うん、で排泄するときには分解しているので、このエネルギーの流れというのが見えたときに、初めて養生の意味が、すごく、ね、見えてきたりするんですよ、よく分かった、本当によく分かった、そういうことだったか、もう断捨離に通じるなと思うんですけど、そうですよね、もう断捨離じゃない、まあ何聞いても断捨離に聞こえるんだけど、山下の場合その脳の構造なんとか僕もいただきたい何に聞いても脳断捨離に聞こえるっていうね、あのその脳はね、すごい脳だと思う。小野頃先生の話は特に全て断捨離に聞こえますよ、私はね。いや、本当に僕はあの思うんですよ、あ、そうだって、なんか勝手に自分らが色付けしちゃって排泄物だとかいう中でね、まあもちろん現代生きていく上においてはそういうなんていうかな、定義って必要なんでね、まあ、あのそれにのっとってまあ話をしたりするんだけども、そこに健康と養生の大きな違いがあります。すごくよかった。養生プラスマイナス関係なしにどれだけのエネルギーを取り入れて、どれだけのエネルギーを放出できるか、まあそのエネルギーの生き返力っていうのがおそらくは その命の在り方なんだなっていうね。でまさにね、あの、まあ、このジョークライブが放送されるのは12月なんだけど、12月のね、末に迎える22日迎えるこの中で、あの地の時代から風の時代になるって盛んに、ね、言われてるじゃないですか、まさに物質でのね出し入れだったのが違う、エネルギーが行き交うんだよっていうね、物質としかこう、あの栄養も栄養物質みたいな感じで排泄物って言っていうふうにしか物質でしか捉えられなかった時代から、この養生というねエネルギーが行き交うっていう目に見えないエネルギーの行き交いとして理解できていく言葉がこの養生なんだね。そう言っていただけると、さすがこのまとめていただけるこの要約力、ありがとうございます。 DVD 付き断捨離入門講座は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。 YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報は
ここからゲットしてくださいね。